はいどうも、ジュです。ニュースーパーマリオブラザーズ U パート15やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もワールド6、ロック山脈進めていきたいと思います。さあ、今回はワールド6の2からですね。こちらに1万年かかっていきましょう。さあ、まずはファイアフラワーでファイアマリオを変身しました。バルを狙う左まあね、2万年といえばこういうのだったよね。あ、でもなんか誰か、お、タッチブロックがあって、わーった1枚目 OK。 だからバー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 、これが範囲でしょ。あ、待って、狙われるって、あ、くっそ。待って、うわ、来た。結構、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 まあ、まあ、大丈夫、大丈夫なんだけど、待って。待って、あー、ダメだ。うん、バランスが決まった。待って、なんか、ウルバーデンで、ここに流されてるんだけど、なんか、どういうのかな。待ってくれ。あ、待って、これ、浮いちゃうんかよ。だったら仕方ねえな。こうなったら、こういう仕事かね。あのね、待って、もうあんまりダメージは加えたくないんだけど。OK。あー、いけたー。パワーアップアイテムを手に入れた。うーわ、なんでそうなるの？これパッと見いけたと思うじゃん、コーラで。待って、どうやって入れるか。これはちょっと大丈夫なこれ。待って、OK パワーパーテン。待って、こう取った。あ、あ、これいくらですか。あー、で、ここは壁になる。ワープ。うわあ、なんだ。ツルが出てきたよ。いや、何もないな。コインがあるだけか。はい。おお、来たー。3枚目のスターコイン。今回なんとか一発でいけたね。なんとかチビだけど。もう出ないよな。いけ、ゴール、わー。よーし、クリア。マリオタイム。いけたよ。なんとかね、うまい感じでやることができました。素晴らしい。よし。で、ここでスイッチを押すと、青が出っ張りますと。で、もう一度押すと、青になると。はい。じゃあ、行きましょうか。ワールドロケの砦。ゴロゴロゴロの砦。ゴロゴロゴロ。なんかちょっとかけてる？さあ、頑張りますか、でも。はい、まずは、ここでスーパーキノコ。まあまあまあ、微状態だからね。待て、怖えよ。待て。いった。今当たった本当に。待て。
やばい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 、危ねえ。いいよ、こう来て、お、中入れたぞ。ここで、豆豆、え、待って、豆っちゅうことは、待て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 、むずくないこれ。なんとか渡って行け。こういうことだな。そう、ニューマリオ U の豆ってあれなんだよね、実は壁も行けたりするんだよな。オッケー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 、うまいねー。はい、まずは1枚目ゲット。あ、こんな登り方もいけるんだ。ここどこ、あ、ここか。待って、これ絶対あるんじゃない、ほらー、絶対あると思ったもんこれ。はい、2枚目ゲットして中間ゲット。待ってよ、ここでなんとかかわして、待って、ここの出っ張ってるところ絶対なんかありそう。待って、危ないって。うぅ、オッケー、とりあえずコインを取って、コインか、まあ危ねえ。待って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 、豆で行くとなると、待って、豆でもうさすがにないと思ってるんだけど、いや待って、落ち着け、落ち着かないとクリアができない。もう赤コインのやつはどうでもいいんだよ俺は。けけ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 け、うわ待って、これは読めないな。どうやっていけばいいんだ、危ない、もう、お、急に落ちてくる可能性もあるが、いいってーなー。もう豆はいいのかな、別に。待って、もうやるしかねえと思うんだよこれは。はい、待て、なんでほぼ同じ速度で走ってんの。オッケー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 、出て出て出て、待って、わあ、めちゃくちゃ危ないんだけどこういうのって。待って、こう来て登って、待って、急に落ちてくるからなこういうのって。いけ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 、うわ待って、豆のドカーンあった、嘘だ、あ結局豆取りに行かないといけんから、これ最初からだこれ。うーわやってるわこれ。だったら最初からやるしかない。よし、じゃあ最初から頑張っていきましょう。これがねめちゃくちゃ難しいんだよな。もうこれね5回ミスっつって、もうデフォンブロック出てきてしまったよ。そう、ちなみにね、今回もね、セーブファイルに星がつくんですけど、これちなみにこのゲーム、キラキラがないそうです。どうやら。そう、キラキラの星5は、ニューマリオ Wii とニューマリオ2に、まあ、ありましたね、ニューマリオシリーズで言うと。あ、待って、叩くタイミングミスってしまった。待って、戻ってこい。OK、戻ってきた。なんでゴローだけは。ここ、すり抜けるんだろうね。一応、壁扱いってことでいいのかな、これって。はい。ゲゲゲゲゲゲゲ、こう来て。よし、オッケー。はい、まずは1枚目ゲット。はい。で、こう来て。で、これ2枚目は簡単だね。はい、ここでジャンプして、まあ中間は取らない。
で、中間の後が怖いんだよな。なんていうかね、ゴローの動きを読む必要があります。待て、危ない、地面に着地してしまった。で、こう来て、はい、待て、オッケー、やべえやべえやべえ、待て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 、一旦ここはめっちゃ安全だね。絶対にこっちは来ないから。とはいっても先には進まないといけない。待て、危ねえなこれ。どうやって先に進もうか。いけ、よし、オッケー。なんとか絶対に来れないところまでは来てるけど、オッケー、行った。行ったはいいけど、問題がここから。いけ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 。よし、オッケー。行ったけど、まだ油断はできない。ここは初めて来たなぁ。いけ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 。待って。待って、これ巻き込まれないよな。オッケー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 。オッケー、こう来て、よし、オッケー、3枚目のスターコインだー。オッケー、よくやった。そして、え、待て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 、うわ、隠しゴールなんだここ。よ、やったー。なんかちょっと喜びより衝撃の方が強いんだけど俺。オッケー、とりあえず隠しゴール見つけられたのはちょっとあれだったね。はい、どっちにつながるんだ。おお、なんだここ。あれ、ここは一応何なんかな。はい、とりあえずセーブして、じゃあ今度はちょっと通常のやついきましょう。よし、とりあえずなんとか豆で苦戦するところまでは戻ってきました。まあ、はい、まあ、この状態であれば、まあ、なんとなくいけますね。はい。ということで、はい、ここで、ファイアマリオになりまして、いきましょうか。ブンブン戦。さあ、頑張るか。はい。来ました。今回は何をしてくるんだ？うわぁ。また、かけてきたね。お？うわぁ、羽が生えた？あ、待て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 。まっか、これ見た目、マリオメーカー2で見たことあるな。いった！ OK、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 OK。もう一度、懲らしめてしまえば、こういうもんよ。OK！ こういうこと。マリオナンバーワン！これが、ブンブンあるあるです。もうすぐにやられてしまうっていうね。一度懲らしめてしまえば。はい。どっち行こうかな。今3択あるけど。はい。じゃあセーブしましょう。こっち行くと、なんだ。ここが6の6。次は6の3のはずですよ。じゃあこっち行きましょうか。ワールド6の3、ずんぐりのすみか。すみか？え、なんだ。わー、どんぐりを使うコースか。待って、これ絶対縦長だろ、これ。待って、こういうところか。怪しくないか、怪しくなかった。待って、ワンワン。危ねえな、これ。待って、ここは入れるね。でしょうね。これはなんだ？あ、ここじゃね？オッケー、あったあった、コイン。まあ、見えてたからね。下で。で、ここに戻ってくると。待て。
だってこれ絶対なんかあるやろ。あれ？あ、これ P スイッチとかがあんのか？ P スイッチは、いって、待って、P どこ？ P スイッチがどっかにありませんか？いや、これ絶対あれじゃないと壊せないって。待って、行って、待って、ちょっと待ってくれ。何か関係あんのか、これ。いや、待って、わからんって。どういうこと？さっぱりわからないんだけど、これ。知らん。よし、じゃあまた頑張っていきますか。とりあえずもうやるべきことはわかったんで。やべ、危ねえな、これ。いけ。やべ、危ねえ。とりあえず、まずは赤とかに入って、で、左から2番目のやつを、ドロップしますと。これ、スーパー以上じゃないと、これ、あれなんだね。スーパー以上じゃないとこれレンガブロックが壊せないので。で、問題なのは P スイッチ、 P スイッチがどこかにあるかっていう話。待って、こことか。あったー。待って、これぺしゃんこになってるってことは、これ1回でいかないといけない。 OK、 だとしてもいった。さすがに3枚目がここにあるわけではないよね。そうだよね。まあだってそんなとこにあったらおかしいもんね。うわ、待って。下には、上にはなかった。待って。こういうところなんか怪しくないか？あー、これワープか。あ、3枚目あった。あったけど、どうやって行けばいいんだ、これは。あ、これ壁キックとかじゃないのか。オッケー、素晴らしい。で、あとはゴールするだけ。ゴールするだけだけど、もうちょっと早く進んでほしいんだよな。なんかこういうのがめちゃくちゃイライラするんだよな。はい。これでまた。オッケー。もういい。多分マップからして、多分あれだったからね。わあ。こう来て、いけー。オッケー、わあ。オッケー、言わきた。オッケー、マリオタイム。どうしようか。ちょっと20分超えるけど、もう一個すぐらい行く？いや、やめとっか。じゃあ一旦今回はこれぐらいで終わりたいと思います。よし。じゃあ次回ですね。じゃあ次回はワールド6の4からやっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok、フォローもよろしくお願いします。それではさよなら。